はい、日本共産党の梅村彩子です。公立保育所の問題について質問したいと思います。前回の質問で公立保育所が減らされている実態をお伺いいたしました。市町村が減らす理由に一般財源化で公立保育所の財源確保が難しくなったという声が出されております。公立は障害児の受け入れ、そして広島の例えば土砂災害でも一時保育をするなど採算性にとどまらない、なくてはならない役割を発揮していると考えます。公立保育所を市町村が維持する意義について総務大臣にお伺いしたいと思います。高市総務大臣。子ども子育て支援法第3条の規定によりまして、市町村は子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設または事業者から良質かつ、適切な教育及び保育等が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保する責務が課される、そういうことになりました。また児童福祉法第24条第1項によりまして、認定こども園などによる保育のほか、市町村が保育所において保育すべき実施義務が課されております。こうした規定に基づきまして、市町村は地域の幼児教育、保育などにかかるニーズを踏まえて、でその供給体制を整えるにあたっては民間の事業者を活用するか自ら直接運営するかなどを含めて、それぞれの地域の実情に応じて判断されると、認識しております。梅村彩子君。今ニーズのお話がありましたが、前回の質問でも引用させていただきましたが、公立保育所認可保育園を希望する声は大変高いものがあると思います。それで三位一体改革のときに公立保育所に関する運営費や、整備費ですね、これが交付税算定となり一般財源化をされた経過があると思います。そこで4月からの子ども子育て新制度で公立保育所が使える制度があるかどうか確認させていただきたいと思います。はい、厚生労働省木下大臣官房審議官。お答えいたします。ただいま先生ご指摘のように公立保育所の整備費あるいは運営費につきましては一般財源化とされましたけれども、一般財源化している経費以外で使える補助金といたしましては、例えば障害児を受け入れるための必要な改修費ですとか、それから小規模保育を開設するための賃貸物件の改修費、あるいは保育教諭を確保するため幼稚園教諭免許状を有する者に対する保育士資格取得に対する費用ですとか、あるいは家庭におきまして保育を受けることが一時的に困難となった場合におきまして、乳幼児を預かります一時預かり事業の運営費などにつきまして公立保育所も対象としているところでございます。梅村彩子君。いくつか確認できたと思います。まだ現場の保育士さんや関係者そういう制度を知らないと思いますので、ぜひ適用できるということを私たちも広げていきたいと思いますし、さらに公立保育所への支援も強めていただきたいなというふうに思っているところです。それで公立保育園この地域の保育水準を、規定する役割を持ちますし、豊かな保育実践を積み重ねた公立保育所を維持させることは民間も含めた地域の保育水準を高め発展させていくと思います。重なりますが、一般財源化で財源の確保が厳しくなったということを繰り返しそういう発言が出てきておりますので、他の施設と同じように国庫負担補助に復活をさせて自治体の公立保育所の新設や建て替え改築耐震化を支援することもですね、強く検討要望したいというふうに思います。続いて公立保育所で働く保育士について伺いたいと思います。政府は女性の活躍を目指すとされております。で保育士自身が圧倒的に女性が多い職場であります。でさらには働く女性を支える重要な役割を果たすのが保育所だと思います。高市大臣は所信でローカルアベノミクスを
取り組みをさらに加速して、各地域で雇用と所得が拡大し、家計で景気回復を実感していただけるようにしたいとおっしゃいました。それで公立保育所の保育士は地方公務員であり、臨時非常勤職員、臨時的任用職員も地方公務員法でその職の位置づけ、任用根拠が示されているかと思います。保育所は非正規に支えられており、補助にとどまらない役割を担ってきております。非正規から正規に促すべきではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。はい、高市総務大臣。地方公共団体では保育士だけでなく教員などですね、女性が活躍しておられる職場がたくさんございます。で、総務省においては育児休業制度など、各種制度の整備拡充、それから女性職員の登用拡大ですとか、ワークライフバランスの推進などの働きかけ、でテレワークの活用事例など、女性活躍促進の先進的な取り組みの紹介などを通じて、地方公共団体における女性職員が、その職務に応じて働きやすい環境の整備を進めてまいりました。で、一方地方公共団体におきましては、多様な行政サービスに対応していく必要がございます。例えば、早朝保育だったり、延長保育だったり、少人数学級だったり、こういったニーズはあると思います。それとともにですね、さまざまな働き方へのニーズも、あるかと思います。パートタイム、もしくは確実で勤務をしたいというようなことで、ご家庭の事情ですとか、自分の体力に応じた働き方、これを選択することによって、公務の場においてですね、仕事を得たい、こういったニーズもあるんだろうと思っております。ですから地方公務員法において、正規職員、それから任期付き職員、臨時非常勤職員など、多様な任用形態、そして働き方を用意しているということでございます。で、この地方公共団体におきましては、任命権者がつけようとする職務の内容等を判断し、必ずしも正規職員によることを要しない場合には、臨時非常勤職員などの多様な任用勤務形態を組み合わせることにより、組織において最適と考える任用勤務形態の人員構成を、実現し、最も効率的な行政サービスの提供を行うということが重要だと思います。で、総務省としましては、臨時非常勤職員等の任用について、制度の趣旨に応じた任用勤務形態が確保されるように、昨年の7月に地方公共団体に対して通知を発出したところであります。女性の活躍を促進するという観点から、今後ともですね、この通知に基づいて必要な助言を行ってまいります。梅村彩子君。多様な形態が必要だというふうにおっしゃられました。そして今働いていらっしゃる保育士さんは、本当に正規と同じような職種をしながら、もう補助ではなくなっているにもかかわらず、待遇が違いすぎる、正規になりたいと思ってらっしゃる人もなれないというところが、私は問題だというふうに思います。この間の臨時保育士の増加は、私たちが予想を超えるスピードで広がっていると思います。実際市町村が定員をなかなか増やせない下で起こっている。総務省が2005年から2009年まで行った集中改革プランをはじめとする行革が、保育士も含めた必要な人材確保の障害になっているのではないかということも思います。今年2月、都道府県財政課長、市町村担当課長会議で、総務省の財政課長さんが、定員削減というのは難しい状況になりつつあるという現実を踏まえて対応していることだが、だからといって、やはり行革の努力というのは続けていただけなければいけないので、そういう努力は今後もお願いしたいと思っていると発言されました。こうした姿勢やり方は、現場の非正規の方が同じような仕事をやっているんだから、私も非正規になりたいと、実際願ってらっしゃる方、たくさんいらっしゃるんですね。そういう願いを、やはり障害になる、壁になる、そういう役割を果たしているのではないかとも思いますが、いかがでしょうか。はい、総務省丸山自治行政局公務員部長。お答えいたします。
超公共団体の職員数につきましては、先生ご指摘ございました平成17年から平成22年の5年間行革推進法などに基づき各地方公共団体に対しまして具体的な削減目標を掲げました集中改革プランを策定するよう要請していたところでございます。この結果地方公共団体の職員数につきましては平成17年から平成22年までの間約23万人減少しており、公立保育所の保育士につきましても保育所の民間委託や民間以上の進展等によりまして約1万1000人減少しているところでございます。ただこの集中改革プランの期間終了後につきましては総務省として各地方公共団体の定員管理につきまして地域の実情を踏まえつつ自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう助言をしているところでございます。例えば仙台市、埼玉市、広島市など保育需要の高い大都市におきましては保育士を増やしている小団体も見受けられるところでございます。各地方公共団体におきましては地域の行政需要の変化に対応したメリハリのある人員配置を行うなどいたしまして適正な定員管理の推進に取り組むことが重要であると考えてございます。梅村彩子君。はい、今増やしているところもあるとおっしゃいましたがもうこれはかなり前回も質問させていただきましたけれども待機児童解消などでお母さんたちがもう役所に行って保育園作ってほしいその保育士を増やしてほしいやっぱりこういうやっぱり声に応えられたものでもあるというふうに思います。それで次にお伺いしたいのはそれでは公立保育所 の, 臨時職員の人数その割合などはどうなっておりますでしょうか。総務省丸山公務員部長。お答えをいたします。超公共団体における臨時非常勤職員は超公共団体のさまざまな業務に従事していただいております。このため臨時非常勤職員である保育士の数だけを区別して把握することは行っておりません。なお保育士のほかに施設内介護職員介助員ホームヘルパー等を含めました保育士等という区分では調査しているところでございましてこの保育士等と区分されている職員数につきましては平成24年4月1日現在で約10万3000人となっております。梅村彩子君。今のご答弁では保育士非正規の保育士さんだけでは掴んでいない介護職員と一緒の統計になっているということでした。やはりこれだけ政府が挙げて保育士の確保プランなどをしているわけですから私はしっかりとやはり保育士と介護職員などを分けてそしてそれぞれの実態も違うわけですからぜひ施策をしていただきたいなというふうに思います。私たちが調べたところによりますと埼玉県の保育問題協議会の調査では町村と一市を除く39市がつかむ限りで非正規率は 46% になってきております。そして自治体の中でも実数で比べると約半数の自治体で正規よりも非正規の方が実数で多くなってきております。東京の自治労連と明星大学の柿内邦光研究室がまとめたこのアンケートによりましても23区東京の23区以外の市町村部だけで見るとなんと非正規率は 57.6% になっている。だから補助的な役割だけではなくてこの数字から明らかなことはこの23区以外 の, その東京のところで言えばもう6割近くが非正規で保育所が支えられているという実態があるわけです。で今回私はこうした非正規の方々がどんな思いで保育士をされているのか聞いてみました。茨城県のある保育士さんに聞いたところこの方は半年ごとの更新いつ雇用が切られるかずっと不安な思いを持ちながら働いている。そして正規保育士との関係の難しさも出てくる。先輩の臨時保育士さんからは退職金はないと聞いた。時間給で働いても月11万円から多い時で12万円産休当然育休もありません。年休は半年で5日あと休むと欠勤。未満児を特に保育する場合は小さいだけに保育士との関わりが大事で半年で保育士が変わるというのは
子ども自身にとっていいのか不安になります。そして臨時とは言っても資格のある保育士としてのプライドがあります。もっと認めてもらいたい、こういうふうにおっしゃっておりますが、この保育さん自身も小さなお子さんを子育て真っ最中、そしてこれからを担う意欲ある保育士さんがこのような中で働いていらっしゃること、しっかりと受け止めなければいけないと思っております。保育士はその人の一生の土台を築く最も大事な乳幼児期の子どもの成長を作るとともに、大事な命を預かる責任が重く専門性が問われる仕事だと考えます。だからこそ保育士自身が経済的にも不安から解放されて安心して働き続けられる身分条件であることが大事だと思います。安倍首相自身がですね、我が党の公務職場の非正規問題に関する質問に対して、正規に移りたい人が正規に移っていくことができる道をしっかりと広くしていくと考えていると答弁されているわけですから、先ほど質問させていただきましたが、やはり自治体職場、公務職場である公立保育所から非正規から正規への流れを作り、民間を引っ張るような保育士全体を引っ張るような、そんな努力を政府として作り出していただきたいと強く思うところであります。国は先ほどご紹介しましたけれども、待機児童解消加速化プランの中で2017年までに必要となる保育の確保を目指すとされて、これから 6.9 万人の保育士を確保するという計画ではありませんか。今全国の保育園の中で約半数が公立保育園になってきているわけですから、ここに働く非正規の数と実態をつかまずして、どうやって 6.9 万人の保育士を確保するのかというふうに思います。ぜひ公立の保育士の非正規の実態をつかんで、このプランを進めていただきたいというふうに思います。そこで次に伺いますが、非正規の給与実態とそれにどのように対策を打たれているのか伺いたいと思います。非正規とおっしゃいましたけれども、臨時非常勤職員の任用処遇につきましては、本来地方公務員法に基づきまして超公共団体が任命権者として責任を持って適切に判断いただくべきものと認識しております。先ほど委員より非正規の割合というようなこともございましたけれども、臨時の方は臨時の職に充てられるものでございますけれども、具体的にそこで働いていただく内容についてはフルタイムの方もいれば極めて短時間の方もいると思いますし、さまざまな形態がある、そういった方が含まれている中で一律に割合人数を持って判断することはなかなか難しいと考えております。私ども超公務員法の立場では、超公務員の給与につきましては超公務員法第24条の規定によりまして、職務と責任に応じて決定する職務給の原則が適用されるというところでございます。臨時非常勤職員の場合は任期を限って臨時的補助的な業務で任用されるものであることに鑑みまして、それに対して適正な報酬を支給するということになってございます。こういった趣旨につきましては、これまでも通知によって自治体に伝えているところであり、今後も適切に助言を行っていきたいと考えております。梅村彩子君。はい、ご答弁で適正に図っているということでしたが、実態は私はそうではないというふうに思います。埼玉県労働組合連合会の自治体への聞き取り調査でも、だいたい時給平均970円、一番低い市町村ですと838円、先に紹介した個別アンケートですね、東京の中の非正規の皆さんを対象にしたアンケートでも、年収200万円以下が 80%、 8割になっているわけです。まさに働くワーキングプア、公務といえども深刻な実態があることをぜひ掴んでいただきたいなというふうに思います。さて、繰り返し任用の問題も重大になってきていると思います。先ほどの東京自治労連がまとめたアンケートでも、5年以上が 56.7%、 10年以上で 32.5% いらっしゃるとのことです。これもお話を伺ったんですけれども、ある半年更新を繰り返している非正規の保育士さんは、この半年更新なんですけれども、クラス担任を持っているわけですね。
補助的な仕事ではないわけなんです。で、正規職員と同じようにこの指導票や児童票などの担当もされている。また埼玉のある市では繰り返し任用されている保育士さんが障害児の担当となって責任を果たされていると聞きました。昨年10月我が党の吉良議員の質問に対して、高市大臣は繰り返し任用されている非常勤職員の状況について勤務の内容に応じた条件を確保すると、確保するとしていくことが必要とおっしゃいました。ふさわしい処遇改善がなかなか進んでいないのではないかなというのが私たちは聞いたところで感じるのですが、そこら辺のご認識を伺えればと思います。はい、高市総務大臣。先ほど部長から地方公務員法第24条の話を申し上げました。職務と責任に応じて、決定するという職務給の原則、これが地方公務員の給与については、適用されます。で、臨時非常勤職員は任期を限って、臨時的補助的な業務に任用されるものと、いうことに鑑み、純粋な労働の対価としての報酬を、支給するということになっています。で、一方でこの正規職員は本格的な業務に従事し、長期継続雇用の下でさまざまな職務を経験していくということが想定されており、昇給の仕組みがあるということで、正規職員と臨時非常勤職員は職務の内容、性格を異にしておりますから、給与の体系や給与の水準も、異なります。しかし臨時非常勤職員が正規職員と同じ仕事をしているのに待遇が異なるという声があるという、こういったことについては、仮に正規職員と同様に本格的な業務に任期を限って従事させるという場合には、それに見合った給与の支給、これを可能にしなきゃいけませんから、それを可能にするための任期付き職員制度を平成16年以降地方独自に整備拡充しております。ですから総務省はこの制度の活用を、各地方公共団体に助言をしているところであります。梅村彩子君。適正な対応が必要だということを確認できるとは思いますけれども、同時にですね、であれば任期付きがいいかといえば、先ほどの声でご紹介したように、やはりずっとこう働き続けたい、そういう思いが現場の保育士さんにはたくさんあるわけですから、そういう現場の保育士さんの願いとの関係で言えば、やはりしっかりとした正規に就かせていただくという道をですね、広げていただくことが大事かというふうに思っております。それでですね、先ほどご紹介した個別アンケートでは、この労働条件について改善したいこととして、今の待遇の違いとも関係あるんですけども、ボーナスの支給、退職金の導入、改善が4割の方から強い要望が寄せられております。例えば先ほど紹介した、埼玉県の保育問題協議会の調査では、埼玉県内で把握できた51町村のうち 51% で非正規には一時金がないという結果になっております。例えば臨時保育歴16年という方から、毎年1年ごとの更新となり、1ヶ月の待機期間を経て再任用されるので、連続雇用ができない、一時金は年2回とありますが、再雇用月によって2回もらえることがないと伺いました。この雇用の継続の実態があるにもかかわらず、一時金は支給できないのでしょうか。総務省丸山公務員部長。お答えいたします。臨時的任用職員は臨時的な業務を処理するために最長1年以内の任期で任用されるのでございます。期末勤勉手当についてでございますが、フルタイムの臨時的任用職員にも支給できるものとなっておりますが、その在職期間が期末勤勉手当の基準日、具体的には6月1日および12月1日ということでございますが、その基準日時点で6ヶ月未満である場合には手当額が減ぜられる、あるいは基準日前1ヶ月より前に退職された場合には手当が支給されないということになるものでございます。ただいま申し上げました取り扱いについては、
フルタイムの臨時的任用職員であっても、いわゆる正規職員であっても同一の取り扱いとなっております。この点は要すれば臨時的任用職員の任期をどのように設定すべきかという問題に関わるものでございまして、総務省では臨時的任用職員の任期について、業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要であると助言しているところでございます。言い換えますと、業務の遂行に必要のない期間については任期とする必要がありませんので、そのような期間がある場合には当該期間に任期の設定をしない期間が生ずることはあり得るものと考えております。いずれにいたしましても、臨時的任用職員の任用につきましては、通知の内容を踏まえ、任命権者において適切な任期の設定が行われるよう、私どもとしても引き続き地方公共団体に助言をしてまいります。梅村彩子君。はい、先ほど の方ももう16年働いていると、そして今お話もありましたけれども、半年から支給できる、ただし空白期間中であれば支給できない、こういう矛盾があるわけです。今お話もありましたけれども、この通知で強調されている空白の是正が、この強い要望の一時金との関係でも大事だというふうに思います。ぜひ強く是正を図っていくようなご努力をお願いしたいと思います。そしてこの問題はですね、賃金の問題、経験加算、これがされないという実態もあります。先ほどご紹介いただいた臨時非正規職員および任期付き職員の任用などに関する通知、いわゆる 7.4 通知では、報酬などの制度や水準を定める際には、職務給の原則の趣旨を踏まえ、職務の内容と責任に応じて適切に水準を決定されるべきとあります。この内容には、経験加算も含まれるのでしょうか。総務省丸山自治行政局公務員部長。お答えいたします。地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第24条の規定に基づきまして、先ほど来お答え申し上げましているように、職務と責任に応じて決定するという職務給の原則が適用されるところでございます。臨時非常勤職員については、任期を限って臨時的補助的な業務に任用されるものであることから、純粋な労働の対価としての報酬を支給することとされております。職務給の原則によりますと、臨時非常勤職員は一般的には同一の職務に従事されておりますので、昇給等がございません。報酬額は同一定額となるところでございます。一方、仮に正規職員と同様の本格的業務に従事される場合には、地方独自の制度として任期付き職員制度を設けておりまして、これによれば本格的業務に見合った給与の支給が可能となるところでございます。また任期付き職員のうち、公的な資格を有するなど一定の専門的な知識経験をお持ちの人材の確保のため、特に必要な事情が認められる場合につきましては、昇給や過去の経験を踏まえた給与の決定を行うことも否定されないものと考えております。いずれにしても地方公共団体が法令に基づき、職務の内容、勤務形態等に応じた任用勤務条件を確保できるよう責任を持って適切に対応していただくことが肝要でございまして、総務省として今後も引き続き必要な助言等を行ってまいります。梅村彩子君。はい、繰り返しになりますけれども、先ほどご紹介しました臨時保育歴、臨時保育士の方の保育歴は16年あられるわけです。で、実際には雇用が継続されている実態があるにもかかわらず、自治体から空白を求められているわけであります。3歳以上のクラス担任を持つことがあるというのに、1ヶ月クラス担任から外される、そのことによって一時金の支給もない、こういうことはやはり是正が私は求められるというふうに思います。賃上げにつながる加算などの要望に応えることが求められていると思いますが、この空白に根拠がないことを確認したいと思いますが、それでよろしいのでしょうか。丸山公務員部長。お答えいたします。
再度の任用の場合であっても新たな任期と前の任期との間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公民法をはじめとした関係法令において存在しないと考えております。このことにつきましては昨年7月の通知においても明記しているところでございます。梅村彩子君。そういう通知を出してご努力をしているということでありますが、まだそういう実態がたくさんあり強い要望が上がっておりますので、ぜひ一日も早い改善、などを重ねて申し上げたいというふうに思います。最後になりますが、非正規も正規の保育士さんもやはり皆さんの共通した思いはいい仕事がしたい、こういう願いだというふうに思います。先ほどの個別アンケートではその講習や研修の経験がないという方が公立保育所でも 57.5% にもなっております。キャリアアップ、そういう中身を充実させていくということは大事だと思いますが、このような施策はどのように保障されているでしょうか。はい、厚生労働省木下大臣官房審議官。お答えいたします。立山先生おっしゃいましたように、やっぱり専門職であり保育士もやっぱりキャリアアップのための研修というのは非常に大事だと思っております。私どもとしましては都道府県ですとかあるいは市町村が実施をいたします、さまざまな研修に対する補助をいたしております。例えば初任者の研修ですとか、一定のやっぱり期間を得て経験年数を得てさらにキャリアアップをしたい人たちの研修、あるいは管理的立場にあるような方々についての研修、そういった研修を実施をし、それに対する補助を行っております。またそのアレルギー対応ですとか事故予防といった専門性を高める研修実施も行っております。これらは今ご議論いただきました正規ですとかあるいは非正規に限らず、あるいは公立私立に限らず対応しているというところでございます。梅村彩子君。はい、ぜひそういう要望、本当にいい保育がしたいというそういう願いに応えるような施策が広がることを要望したいというふうに思います。今日は公立保育園で働く非正規の保育士さんについて聞きましたが、これは民間も含め保育士全体の実態は極めて切実だということです。で、多くの保育士さんがご自身のご家庭があり、子育てと両立しながら必死に情熱を持って仕事をしている、そしてその役割を果たされておりますし、そういうご努力があってこそ、私自身も含めてですが働きながら子どもを育てることができる、支えられているというふうに思います。そんな思い、この声に応えてこの保育士さんの中での非正規職員の正規化と労働条件待遇改善を強く求めて私の質問を終わりたいと思います。